天野さんの相場解説ですけども、いかがだったでしょうか。まだ見てない方はね、動画の説明欄からご覧いただきたいんですけども、かなりね、天野さんの場合はデイリーの方に時間を割いてるのかなと思うんですよ、いつも。で、今回もデイリーの方にかなりね、時間割いてましたよね。私はどちらかというと、デイリーとかね、4時間足っていうのはさらっと言って、1時間自分がエントリーする時間軸に一番時間をかけて解説していくんですよね。やっぱり大きな時間軸っていうのは、それ以下の小さい時間軸をね、支配するわけなんですけども、まあ、ただ私いつも1日勝負なんで、朝買って夕方売るみたいな感じなんでね。だからあんまり1日の動きっていうのは見てないかなと。まあ見てるんですけどもね、見てるんですけども、それはあくまでも1時間足を毎日やってる時に何日目ぐらいにこう変わるかなと、明日とか明後日はどっちの方向に考えたらいいかなと、先読みするために、まあ、1日を見てますんで、どちらかというと1時間の補強材料として見てるわけなんですよね。で、まあ、天野さんの場合は今回、1日デイリーに結構3分ぐらい時間を使って、で、4時間足の方が1分弱ということで、もうここで5分ぐらい過ぎちゃってるんですよね。残りの1分ぐらいで1時間をやってるところだと思いますけども、それがね、天野さんらしさならまあいいと思うんですよ。まあ、天野さんはどこでエントリーするのかって、ちょっとこの動画を見てる限りはっきりしないんでですね、一眼軸で勝負してるのか、それともデイリーを見てるのかね、4時間で行っても全然いいですか、4時間だよって、どこを主戦場としてるのかっていうのが分かると、視聴者さんも見やすいのかなと思います。要するに私の相場解説っていうのは、その日決済なんですよ。朝買って夕方売るっていう人向けなんですよ。ですんで、日をまたいだりっていうのは私は全然ないです。深夜をやったりってもないですね。どちらかというと勤め人向けなんですよね、私のは。まあ昨日はね、ちょっと全然、昨日じゃない、今日は全然取れなかったんですけども、逆の方行っちゃいましたね。読みが甘かったかなと思います。まあですのでね、天野さん自身の主戦場はどこなのかってことを、まあ意識することと、視聴者さんにもそれを分かっていただくことですよね。だから1日で勝負してるようでしたら、4時間とか1時間の方はまあちょっとね、我慢してもらうっていうか、視聴者さんには含まれないっていう形になりますけども、まあその辺もこう織り交ぜていくといいんじゃないかなと思います。たまにはね、私は何時間足で、どこの軸足で勝負してますみたいなことを言う動画があってもいいかなと思いますね。今のところね、天野さんがどこの時間軸でやってるのか、エントリーするときはどこなのかってことがいまいちつかめないかなというところが今日の感想でございます。クオリティはすごく良くなってますんで、この調子で続けていただきたいかなと思うんですけども、ちょっと気がついた点があるんですけども、天野さんの相場解説のところに、左の下にですね、天野さんのこうお姿が映ってるようになって、黒い枠がブワッとあるんですけども、ちょっとここもね、バランス変えた方がいいと思いますね。残念ながら天野さんのお姿っていうのはちっちゃすぎて見えないんですよね。スマホだったらほとんど見えないと思いますし、で、黒い部分がすごく大きいんでもったいないですから、まあ、天野さんがね、画面の4分の1とはいかないですけども、5分の1ぐらいを占めるぐらいにはっきり出ていくといいんじゃないかなと思います。参考にどうぞ。